オンジャス、どうもサオでございます。今回は緊急で動画を回しています。何があったんだ？最近新情報来ないなって思ってたんですけれども、まあ公式的にどうやって新ポケモンを出すのか、まあネタ切れたんかなって思ってたらありましたね。何？ポケモン GO。 いやーなるほどね。いやー忘れてましたね、そこかと。まあ、メルタン式ですね。新しいポケモンが登場してます。まあ、ポケゴーミーはね、開いてれば、あれってなったと思うんですけど、まあ、こんなポケモンが登場しました。え、なんだこいつ？とりあえずこの動画をリスナーさんから募集したんですけれども、もうなんか3秒ぐらいで届きましたね。もうめちゃめちゃすごいっすね。というわけで、使用許可も得てます。一応、道路とキャラクターもぼかしなしで OK という許可も降りてるので、そのまま使わせていただきます。なんかコインを欲しがりポケモンですね。ですが、これはゲットすることが現段階ではできません。ね、かつ次の新情報が、まあ、ファイナル PV になってくるかなって思うので、まあ、これはまあ、いつも通り YouTube 側で新情報として出すんじゃなくて、まあ、あくまでポケモン GO で新発表して、まあ、その後紹介動画が出るのかなっていう形になります。で、これ結局何なんだ？このポケモン一応判明してました。というのも、以前の公式のリーク動画覚えてる方いますか？これが新ポケモンです。これがポケモンです。はい、これ間違いなくポケモンです。公式リークで出てきた謎のポケモンたちの中の一匹がこれに該当するポケモンなのではないかと思われます。それがこちらです。うわマジでこれじゃん。まあこれが新ポケモンだったっていうことが確定されました。まあ、名前とか設定とかはまだわからないので経過を見ていきましょう。それでは短かったですが速報動画でした。残念ですがさようなら。あ、チャンネル登録もよろしく。